はい、皆さんこんにちは、牛久市の歴史探訪、今日はですね、城中のお話をしたいと思います。タイトルがすごくすごいタイトルだと思います。女性活躍社会の先駆者、由良明院に照子さん、こういう方なんですけど、非常に古い方です。1570年、元亀元年ですね。非常に古い時代です。戦国時代、この頃の戦国大名藩図というのを見ますとね、茨城県は日立の国は佐竹氏から、神奈川県が北条氏ですね、から山梨が武田、愛知が織田、から三河が徳川、だいたいこういう大きな武将がですね、それぞれの地方を牛耳っておりました。でちょうどその時期、南北朝時代になりますけれども、筑波の、北条に織田っていう方がおりました。織田氏で、織田氏の次男がですね、高知郡、これ河内じゃなくて高知郡と言います。高知郡岡見村、現在の牛久市ですね、岡見村に来まして、で地名が岡見だから俺は岡見を名乗るよということで、そこから牛久藩の岡見氏、これがスタートすることになります。岡見氏歴史への登場ってことで、ちょっと概略でございますけれども、天正期、岡見春弘がですね、牛久城主としておられました。同じ頃、安宅城主、安宅城主、これは現在のつくばみらい市になりますけれども、そこの岡見宗春の活動も活発になった。2人はまたいとこの関係にありまして、牛久岡見氏が本州として、日立南部に勢力を伸長させていきました。1063年、上杉謙信が関東へ出陣してくると、北条氏と対立する多くの大名、北条氏ってのは小田原の北条氏ですね、別名で御北条って言っておりますけれども、北条氏と対立する多くの大名、漁師たちが続々と、謙信のもとへ参陣いたしました。その中に日立の国小田氏系列の漁師の一人として、岡見山城の神の名が挙げられています。山城の神は岡見氏系図に、見えます岡見春隆の弟、岡見上門太夫義春の子義綱と孫義朝がそれぞれ山城の神を名乗っていることから、彼らのいずれかと考えられます。まあ歴史が非常に古いもんですからね、これのはっきりしたことは分かりませんが、まあこの2名のいずれかと考えられます。岡見氏の時代、岡見氏は筑波の織田氏から分領しましたけれども、織田氏が没落してからは小田原北条氏と同盟し、田谷氏、豊臣方佐竹氏の帰還、日立の国でかなり力のある方です。田谷氏と戦ってきました。そして天正18年に、豊臣秀吉の小田原攻めで小田原城が落城すると、牛久城も落城、牛久を去りました。これはちょっと小さくてご覧になれないかもしれませんけどね、織田氏の系図、これほど複雑な系図になっております。岡見春弘というのはブルーで塗った部分、ずっと下の方でございますけれども、これが岡見氏、織田氏の系図になります。それから天正16年から18年にかけて、豊臣秀吉の小田原攻め、これは天正18年ですね、その前に、豊臣方の、日立の国の佐竹氏、下妻でございます。その佐竹氏にですね、牛久城の木、市場、これを次々に落とされました。で東林寺城主の岡見氏の生居の地ってことで、これはつくば市のですね、高崎に現在ございます。
ここで、まあ、あの、なんて言いますかね、戦乱が起きまして、ここで、切腹をさせられた、首を切られた、討ち死にしたという場所ですかね、これが一つ、あの、大理石の石が一個立っておりますけれども、この周りに看板がないんで、ほとんどの方はご存じないかと思います。それで、天正18年の、豊臣秀吉の全国制覇に向かって、小田原の北条、これを攻め落とすことになります。小田原包囲も、秀吉の本隊が4万、主力軍が13万、主力軍の中はですね、1番隊が徳川家康、2番隊が織田信雄、織田家 の、 あの次男坊になりますね、信雄、それから3番隊が、蒲生氏、まあ、このように有名なその武将がずらっと並んでおりまして、これが主力軍、北国軍がですね、3.5万、前田利家、上杉海勝、真田昌幸、まあ、このような、まあ、有名な武将でございます。その他ということで、小田原包囲網がですね、これを小田原城をぐるっと囲んで、御北条氏、北条氏を攻め落としました。これが、あの、まあ、概略でございますけれども、この小田原城をぐるっと囲んだ、豊臣軍、これではもうかないっこないと思いますね。豊臣軍が21万、北条軍が5万6千、この戦では豊臣軍の圧勝に終わりました。秀吉軍の関東攻略、これは、あの、小田原城を攻略しただけじゃなくて、関東一円のですね、北条氏に、肩を持つ武将、次々に、滅ぼされていきました。常陸の国、ここに、あの、細かく、牛久城とか書いてございませんけれども、牛久の岡見氏の市場、あの、牛久城の市場ですね、非常に十数箇所ございましたけれども、すべて、秀吉軍に、滅ぼされております。その相手は下妻の田谷氏ということになりますね。それで、秀吉の天下統一の後、1951年、天正19年になります。小田原の どうも失礼しました。小田原が攻略されましてね、戦地で徳川家康が、あの、豊臣秀吉に呼ばれました。お前、三河の国に帰らないでいいから武蔵の国へ行け、すべて、土地をあげるよって言われましてですね、秀吉は、すぐ、国に帰らず、そのまま江戸に向かいました。で、当時の、江戸城っていうのはですね、千代田城って言われておりまして、非常に、あの、寂れたお城、太田道灌の死後ほとんども人の住むようなことなくて荒れたお城だったんですけれども、そこに入城いたしました。それから、北の方はですね、伊達政宗、それから新潟の方が、上杉海勝、それから、関西、現在の関西でいうと豊臣秀吉、まあ、このような大きな、あの、力のある武将がですね、それぞれの拠点を構えて新しい時代がスタートしたわけでございます。豊臣秀吉の天下統一の後、岡見一族の滅亡ということでね、天正18年1590年、豊臣秀吉の小田原征伐が開始されまして、小田原北条方岡見氏、豊臣方の軍勢、下妻の田谷氏にどうもすみません下妻の田谷氏にですね、
おかみ氏、これは降伏し落城いたしました。春広はしばらく江戸先に占拠しておりましたけれども、それから間もなく春広は結城秀康に仕えて越前の国へ移住。彼は余生を越前で送り、元和3年同地で没したと言われております。一方、安宅城主であった宗春、天正16年、田谷氏の攻勢にあって戦死したとも言われていますけれども、しばらく牛久城の春広を頼り、牛久城が落城すると土浦周辺に占拠したと言われております。まあ、このようにしてですね、華々しくスタートした牛久、おかみ氏、とうとう滅亡ということになりました。天下統一後の日立、それから北下佐両国の、戦後史ということで、概略ご説明いたします。一番上ですね、最終的に豊臣政権下において日立の国、旗頭として54万石の、大砲を領する大名に成長したのが佐竹氏であった。ものすごい功績を挙げたんですね、下妻の佐竹氏、あ、ごめんなさい、日立の国の佐竹氏。それから、徳川家康の子秀康を養子として迎え、大名としての地位を確定した結城氏、こういう方々のうまく世渡りの上手な、ね、方々が、日立の国、それから北下佐両国の戦後史を飾ったということになります。で、次に、牛久城が落城した後ですね、由良国重、この方が牛久に入ってまいりました。由良国重はですね、太田金山城主、現在の群馬県でございます。北条氏と由良氏の関係、ちょうどこの時期なんとなくおかしくなってきた、こじれてきた時代であった。北条氏直はですね、この関係を利用しまして、明院二の息子である由良国重、長尾沖永、秋永、この兄弟をですね、同盟を結ぶ口実で、小田原に茶会におびき寄せました。そしておびき寄せて、そのまま小田原城に幽閉してしまうんです。秀吉の小田原攻めの際、お母さんの明院に、明院に照子さんと言いますけれども、この方がですね、豊臣方前田利家の手先に属しまして、小田原城を攻撃し武功を収め、この時の、一番の手柄だったのが明院にで、当時の年齢が77歳でした。秀吉の天下統一後、明院にの武功が認められまして、国重兄弟は母の功績のおかげで、功績のおかげでっていうのはですね、要するに敵の城に行ってたってことは秀吉にとっては面白くないわけですよね。実際には幽閉されていたってことになりますけれども、敵の城にいたってことは裏切ったってことになるんです。それで、お母さんの功績のおかげで金山城に変えて、牛久領の5400石を秀吉から拝領することになりました。その権利っていうのはですね、お母さんに与えられたんです。でもお母さんは息子のためにその権利を譲って、由良国重、慶長16年ですね、61歳で亡くなるまで、牛久藩、牛久城、ここで、政治を司ったということになります。で、61歳で亡くなった後、牛久領はですね、息子の定重に引き継がれましたけれども、定重も間もなく病没、定重に子がいなかったためにですね、由良氏の牛久藩はわずか2代でお家は断絶となりました。おかみ氏没落後の牛久城ということで、整理いたしますと、天正18年1590年、おかみ氏小田原の駅で没落、秀吉の命を受け
由良国重が入法、元和7年1621年、31年後になりますね、国重の子定重病没、改易女法になりました。それで牛久城は天領になりまして、しばらく廃城となっております。で、寛永5年1628年、徳川家康の命を受けましてね、山口重政が入法、以後240年間、12代にわたって接収をいたしました。これが牛久城の概略でございます。それで、小田原の駅の時にですね、由良国重のお母さん明院に照子、この人が前田利家の手先になって、敵っていうか小田原北条方を攻めました。その時にですね、その功績をなんとか秀吉に伝えてほしいってことを前田利家に事前に申し出てたんです。そしてその結果、前田利家から、明院に照子に手紙や書状が届きました。中央の赤く塗った部分ですね、新田新代のこと、新田っていうのはその、由良国重の、まあ、土地のあれですね、新田新代のこと、上様っていうのは豊臣秀吉、上様御前へっていう手紙を書いたよ、間違いなく心を入れ替えてあれこれ努力します、我々、括弧して前田利家上杉海勝は、確かに、受け取りました。育成までも、ちょっと字が見えない、すいません、はい、目がね、度が合わなくなってきて、はい、ああどうもすいません、はい、大丈夫です、はい、まあカクカクしかじかずっと手紙がありましてね、最後に新田五老坊へ、要するに五老坊っていうのが由良国重のお母さん、明院に照子のこと、77歳ですから五老坊になるんですね、参るって最後にありますが、この書状を差し上げますということで、明院に照子に届いた手紙でございます。この書状は現在群馬県の重要文化財になっております。これが由良国重のお母さん明院に照子、天正18年7月5日北条氏直小田原城を出て豊臣秀吉に降伏、天正18年8月1日太田金山城は廃城となり、由良氏は領地を失うも、秀吉から明院に対して常陸の国牛久5435石が与えられる。明院にはこれを国重に譲り、由良家はその名がその家名を存続することとなった。要するにお母さんが褒められたんだけれども、その功績が息子に譲って、牛久城は由良国重を見ることになったということでございます。で、これがですね、七観音八薬師の発願ということで、天正19年1591年の秋にですね、国重と母照子の会話、これがですね、明院に照子がこれまで戦で亡くなった安宅牛久良城を枕に討ち死にした岡見家一族とその家臣北条家との戦いで金山桐生両城で討ち死にした由良家家臣、さらに秀吉の小田原城攻めに加わって討ち死にした由良家家臣、これら戦没勇士たちの御所全書、御所全書というのは生き返って極楽に行けるように、そういう意味だったそうです。御所全書のために七観音を建立、八薬師を建て、修羅の苦言、
苦しみを救おうと、ね、思い立った。その発願をどうであろうかとお母さんが国重に相談したところ、国重はごもっともなる仰せなりということで、尊没有志の菩提を弔うためになりました。明院には各地を巡見の折に自ら建立寄進の場所を選定したということでございます。七観音八訳師、七観音はですね、これ6つしか書いてございませんが、ちょっともう一つがちょっと分かりません。安宅観音、これは筑波未来市。小通観音、これは龍ヶ崎市ですね、小通高野町にあります。牛久観音、牛久町の正源寺、正源寺の別院にございます。花利観音、筑波市ですね。岩崎下観音、筑波市の下岩崎。若芝観音、龍ヶ崎若芝町で、もう一つあるはずなんです。で、八薬師がですね、安宅薬師、それから浜田薬師、藤代薬師、若芝薬師、牛久薬師、これは牛久町にございます。それから田宮薬師、これ現在田宮に薬師寺がございますけれども、こことは別と歴史の学者は言われております。で、実際に田宮に他にその薬師寺があるのかなっていろいろ探してみましたけれども、見つかりませんでした。それから矢田部薬師、これはつくば市矢田部でございますけれども、ここで素晴らしいものが見つかっております。後ほどご説明いたします。それから岩崎神薬師、これだけの薬師と観音様を作りましてね、それで戦没者の慰霊をしたということで、非常に心の優しいお母さんだったと思います。明院に照子、由良国重じゃない、ごめんなさい、由良成重の奥さんです。右が由良成重、太田金山城主で、実際にこの由良じゃなくて明院に照子さんですね、早くから出家いたしまして、赤井照子、赤井照子と命名していた、名前を名乗っていたそうです。赤井っていうのはですね、この照子さんの実家が赤井家だったもんですから、赤井照子と名乗ったそうなんですが、明院に照子、赤井照子、どちらでも通用するみたいです。で、これが女性活躍社会の先駆者、明院に照子、つい最近発見されました明院に照子の像、右の像でございます。左の絵とこの像がなんとなく似てる感じがするんですよね。目がちょっとつり上がっておりまして、で、これがつくば市にございます、つくば市の矢田部大町にあります伊王寺、ここのお寺からですね、図紙の中から出てまいりましたこの像、これが由良国重の七観音八訳師の一つであるこのお寺が、ということでこの像が由良国重のお母さん明院に照子だろうって今言われております。ですから、つくば市でこんな立派な像が出てきた、それから、群馬県の金山城の近くではですね、手紙が見つかったとか、いろんな有名な話がありまして、明院に照子さん、いずれ NHK の大河ドラマの主役になるんじゃないかという話もちらほらございます。ところがですね、牛久と言いますとお墓があります。徳月院というお寺を建立しております。それだけでちょっとなんか寂しい感じがするんですけどね。ですから、牛久ももう少し明院に照子さんの歴史を調べて、いろいろ文化財的なこと、いろいろ取り決めを進めていただくといいんじゃないかなと、そういう感じがいたします。これが明院にさんの開記した、徳月院でございます。ここの下の方に白くちょっと2つ書いてありますけれども、徳月院2度の災難があった、
明治35年の暴風で本堂は倒壊しました。2番目、大正2年、牛久小学校の開校記念日に上げた花火が本堂に落下、本堂は焼失した。まあ、こんな2つの、エピソードつっちゃおかしいんですけれども、事件があったそうです。で、特別院の奥にですね、妙院に照子の御輪塔がございます。非常に格式の高い墓地でございまして、御輪塔なんですけれども、一つの上から二つ目、風鈴って言います。風鈴が駆け落ちちゃってる。もう非常に古いもんですからね。で、御輪塔っていうのはですね、人間も小宇宙である。五大要素によって構成されているとしましてね、下から空輪、ごめんなさい、下から地輪、一番下。地輪っていうのは人間の体である。その上が水輪、円形の石ですね。これが人間の血液である。で、3番目が火輪、火の輪。これが体温である。で、その上の風輪、欠けておりますけれども風輪。これが呼吸である。で、一番上の空輪。これらが、この5つがうまく融合した状態のことで、これをですね、一つの小宇宙である。このように言われております。妙院には牛久城主由良国重のお母さん、文禄3年1594年、81歳で、亡くなっております。ですからこれもちょっと狭いところにこの墓地があるんですけれどもね、できれば、特別院のもう少し広いところ、どなたでもいつでもお参りできるような場所にもう一度建て直していただくとよろしいんじゃないかなっていう私の個人的見解でございます。それで、由良国重の時代が、由良家の時代が終わりましたね。江戸時代の牛久藩、山口重政、この人主題ですね、藩主としまして牛久城中に陣屋を置きました。江戸時代、この時代はもう平和な時代なもんですから、お城を持つことはできません。特に1万石未満前後ですね、1万石前後ですともちろんお城は持てなかったんです。ということで陣屋を置きまして、牛久市と阿見町、それから八里町、八千代村と千代川村、龍ヶ崎市にですね、それぞれ国を取りまして、トータル1万17国かな、確か半端な数字なんですけれども、1万石ギリギリの石高でございました。それで、初代が山口重政で、12代がですね、ちょうど幕末になって明治にかかるんですけれども、山口広義、ここまで続いたんです。で、特に12代の山口広義さんは3歳で牛久藩主家督を継いだってことで、非常にすごいんですけれどもね、3歳で政治ができるかよっていう感じなんですけれども、この方はものすごい立派な方でして、将来は学習院大学の教授になりまして、その後貴族院議員、代議士になってね、そういう方でございました。牛久にはですね、2箇所この山口広義さんの石碑がございますので、1箇所はですね、旧道の一番北の外れ、6号と交差するところ、交差っていうか合流するところに、地元の方が桜ぼっくって言ってる山桜が咲く塚がございます。その塚にですね、明治線駅の慰霊碑が2つございまして、その一つに山口博義さんの書いた碑が残っております。からもう1箇所はですね、神谷伝兵衛の墓跡っていうのが、桜台にございますけれども、そこの神谷伝兵衛はこういう人間だったっていう立派な石碑がございまして、それも山口博義さんが書いたものである。ということで、この山口博義さん、いろいろ研究していきますとね、非常に3歳から亡くなるまで非常に活躍された方でございました。
で牛久藩の陣屋、これは現在のそうですね、カッパの日、あの城中にカッパの日がございますけれども、あのカッパの日を中心としたこの一角、山に突き出た部分、ここにあの陣屋を設けまして、ここで、江戸240年間政治を司ったって言われております。女性活躍社会の先駆者、由良妙院に照子さんのお話、以上でございます。ありがとうございました。